皆様こんにちは、佐久間です。いやー、僕ね、ちょっと10年ぐらい欲しかったものがありまして、そちらをついにですね手に入れたので、ちょっと皆さんにね、自慢になっちゃったら本当申し訳ないんですけど、ご紹介させていただきたいと思います。こちらでございますね。こちらですね。結構重量感があって重いですね。じゃんじゃじゃんじゃんじゃん。こちらです。密教宝具の一つ、御古書ですね。大きさはですね、17センチ弱ぐらいですかね。こちら真鍮製ということで、京都の工房の方で作られているということでした。ですね、ちょっととあるルートの方で入手したんですけれども、2月の20日に、お金が貯まりましたんで、ちょっと購入しに行ったんですけれども、すぐにはちょっと受注生産なので手に入らないということで、しばらくちょっと待っていただくということだったので、僕の一つ前に注文を、こちらのご古書注文された方は、去年の8月に注文されて、今年の2月にできたってことだったんで、まあ、6ヶ月ぐらいですね、かかったそうです。で、僕はね、幸いなことに2ヶ月ぐらいで手元に届きまして、平成のうちにですね手に入れることができましたし、あと今ね、上野の国立博物館の方で、陶磁展というのをやってまして、そこで空海さんが唐から持ち帰られた御古書を展示されているんですね。なので今度ね、来週あたりにちょっと御古書を見に行ってこようと思うんですけれども、その際にこちらの御古書をこう懐にこう忍ばせましてですね、空海さんの御古書の前でこう空海さんの御古書と共鳴させまして、念を入れていきたいと思います。なかなかね、なんかこの曲がっている部分を作るのが難しいっていうお話でした。10個例えば作っても何個かはここがうまくできていないので完成品にならないっていうことでした。で、大量生産はやっぱりできなくて、作る職人さんの方も、まあ、高齢化が進んでいて、なかなか、ね、需要に応えるまで時間がかかるっていうお話をお聞きしました。本当にね、貴重なものを手に入れることができました。で、それまでね、もう一個古古書実は持ってたんですけれども、こちらですね、鎌倉の大仏様の前のお土産屋さんで購入しました。ミニサイズの古古書ですね。ちょうどマッチ棒ぐらいの大きさで、このようにストラップになってまして、こういうふうにね、携帯のストラップとして使っていたんですけれども、こんな感じでミニサイズと大きいサイズ
つ御古書をこちらの館に収めることが安置することができました。空海さんはですね、この世にお持ちになっていましたね。肖像画なんか見るとよくこの感じでお持ちになってますね。はい、今日は密教法具の一つ御古書を手に入れることができたということをご報告させていただきました。